次にメダカの学校の中村陽子先生にご登壇をいただきたいと思います。陽子先生はメダカの学校の、創立を2001年にされまして、ちょうどその当時私も財団法人オイスカというところのご縁があったので、先生にお目にかかるのはその数年後なんですけれども、ちょうどメダカの学校のパックとかそういうものを見せていただいて、ああこういうことを考えて子どもたちに教えようとしていらっしゃる方がいらっしゃるんだなって思って、そして、久しぶりに一昨年ですかね、一昨年の12月14日に、先生と、それまでにお顔合わせ、何気なご挨拶をさせていただいたぐらいのあったんですけれども、先ほど、ちょっといくつか出てきましたけれども、アメリカの大統領を変えたお母さん、ゼン・ハニカットさんの、来日院内集会、2018年12月14日にあったんですが、そちらでお目にかかって、今非常に重要なお話取り組んで、くださってますので、じゃあこの環境の中でどうやっていったらいいのか、そのための今勇気の、給食を勇気に変えるという、活動を大々的にしているんですけれども、その、多くの自治体の方々のアドバイザーとしてご活躍をされている中村陽子先生の方からお話を賜りたいと思います。どうぞ先生よろしくお願いいたします。はい、はじめまして、メダカの学校中村です。2000年から環境を守っている農家を、農家のお米を食べるという方法で日本の田んぼを守ろうと思って、メダカの学校っていう NPO 法人を立ち上げました。で、ただいま、下にメダカの学校のマークあるんですけど、ただいま今一番力を入れているのは子どもの食を有機にすることで、学校給食を有機にすることなんですけれども、今ちょうど食の危険っていうかを聞いていただいたので、本当に何ていうか重複して説明する必要がないかなっていうぐらい、これが緊急課題だっていうことが分かられると思うんですね。今日本人全体が危ないとはいえ、一番守らなきゃいけない子どもが守る、子どもを守るっていうことが、次の希望につながると思います。で、私はそれほど何て言うかな、今すごい怖い話で、私も少し怖い話もするんですけれども、意外と希望を持ってるんです。なのでちょっとそれを聞いていただきたいなと思っております。で、これはちょうどさくらさんと出会った2年前の12月14日のマムズ・アクロス・アメリカ のリーダーであるゼン・ハニーカットさんが日本に来て、この時が2回目ですけれど、今年も来られたの、去年も来られたので3回来られたんですけれど、その2回目の時にお出会いして、素晴らしい活動をされていることを知りました。で、この、マムズ・アクロス・アメリカはお子さんがアレルギーとか自閉症とか発達障害のお子さんをお持ちのお母さんたちの集まりで、それでこのゼン・ハニーカットさんは3人のお子さんをお持ちだったんですけれど、2人がグルテンアレルギーで小麦を食べてなかったんですが、一番下のお子さんがグルテンアレルギーじゃなかったので小麦を食べていたんです。ところがある日突然起こり出して、そして自閉症と、あとはアレルギーで口がこうたらこのように腫れるっていうような症状が出て、それで考えたところ、これは小麦じゃないかと思って、そして小麦をやめて、あとは有機のものを食べさせて、それからあとは腸内細菌を戻すためにザワークラフトを食べさせて、
それから悪玉菌を増やさないためにお砂糖類、甘いものを一切抜いたと。そしたら6週間できれいになりましたということで、そのお子さんを連れてきてくださったんです。で、それが全く今先ほどまでのお話と一緒で、すぐ改善したんですね。で、そういうことで、その実例を知った他のお母さんたちがそういうことを始めたんです。そしたら本当にみんながよく改善したので、それで止まらないお母さんたちと言われて、アメリカ中の日本で言えばイオンのような大きなスーパーの棚にノン GMO とオーガニックの棚を設置させるだけの活動をしました。まあ、設置したらみんなでそこで月に1万円は買いましょうとかいう、そういう具体的な企業を動かすにはやっぱり収益を上げてもらうっていうことが大事なので、そういう活動をされたんですね。そうしたところ、この左がノン GMO の売り上げが4年間で 426% 伸びた。それでアメリカの企業は変えたんですね。スーパーが変わったからアメリカを変えたお母さんたち。で、私はやっぱり世の中を変えるのは企業を変えることじゃないかなっていうふうに学びました。で、それで日本にはその在庫処分のものが全部やってくるから、日本のお母さんたちが頑張らないと大変なことになりますよっていうことを言われて、マムザークロスジャパンっていうのができました。それでマムザークロスジャパンというのじゃあまりよくわからないから、食べ物を変えたいママプロジェクトっていうのが始まりました。で、日本の状態を調べてみました。これ政府統計から表にしてグラフにしてみたんですけれど、自分でもびっくりしました。ここ下の字がおかしいですけど、何しろ2015年から3年続けて1万人、1万3000人、1万5000人と増え方がすごく増えてるんですね。で、そこの真ん中のところにあまり変わらないところがあると思うんですけど、そのあまり変わらないところっていうのが、肢体不自由とか病弱とか弱視とか難聴とか言語障害のところなんです。で、この4つがあまり変わらなくて、情緒障害と自閉症、あと、オレンジのところ今ちょっとなくなってしまったのであれですけれど、何だったんだろう、そこが学習障害とかそういうのが残ったんですね。全部脳をやられているっていうこと で、これが何でかっていうことなんですけど、これが2015年からちょうどネオニコチノイドがですね、本当に 0.02 の株の葉っぱが 40ppm になるとか、ものすごく引き上げられたんです。で、まあ、ネオニコチノイドっていうのはとても有名な脳かく乱物質なんですけれど、そういう私たちが子供に元気になるから食べなさいって言って食べさせたいほうれん草が一番食べさせちゃいけないものになってしまいました。それでネオニコチノイドっていうのはもうお米を使うにも何にも一番使われているのはお茶です。それから果物で、そういうものに使われているんですけれども、何しろ便利なのは3ヶ月長期残留するってことなんです。1回かけたら3ヶ月浸透しているので、かけなくてもいい。そうすると減農薬に使えるんです。減農薬にそれを1回かけると3ヶ月かけなくていいわけですから、回数が2分の1になれば減農薬って言えるわけですので、エコファーマーとか、まあ、なんとか認証とかですね、そういうのに当たるわけです。特別栽培とかそういうふうに言われているものがネオニコチノイドを使っている可能性が高くて、で、これが出始めてから私ずっと田んぼの生き物調査っていうのをやってるんですけど、これが出始めてからトンボがいなくなったりハチがいなくなったりしたんです。で、ちょっと分かりやすく漫画にしてみたんですけど、蜂がお家がどこか分からないよって言って泣いてるんですね。で、そしてビュン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 飛んでどこに帰っていいか分からないっていう状態。
そして子どもの多動性っていうのがじっとはしていられない、そこには座っていられない、ずっと走り回ってるみたいな、そういう自分が何をしていいかわからないみたいな、そういう状態ととっても似てるなっていうことで、こういうふうに書いてみました。で、やっぱりネオニコチノイドと学習障害や冗長障害がこうやって増えているっていうことが2000年から始まったんです。大体2000年まではここまではなかったんですけれど、そして日本の出生率は10年で 10% 下がっているんで、で本当に私たち日本人は次世代の子どもたちがうまく育てられてないと、もうとっても大変なところだなっていうことで、まあ、この頃まではもう私は気が落ち込んでいましたけど、まあ、食環境の悪化はまあ農薬だけじゃありません。まあ、有吉佐和子さんの複合汚染に出てくる農薬や保存料や、あとは塩がちゃんとしたものから NaCl がほとんどの化学塩に変わったこととか、あとは遺伝子組み換えとともにグリホサートとかネオニコチノイドとかが増えたっていうことですね。でこれも先ほどから出てるんですけど、これグルテンアレルギーで悩むナンシー・スワンソンさんっていう博士が、息子さんが重度のセリアック病で、それで調べたところ、そのセリアック病の患者の増加数とそのグリホサートの散布量とが比例しているっていうことで、これは本当にグルテンだけの問題じゃないんじゃないかっていうことを調べ上げた先生の言葉です。でラウンドアップの問題点っていうのは、ラウンドアップとグリホサートは、グリホサートが主成分とは言われてますけれども、グリホサートで、ちょっと次の先に見せますね、ちょっと私たち2回飲まされてるんです。でグリホこの上の下は、ついこの間いらっしゃったセラリーニ教授の発表を見に行ったんですけれども、一番左がただの水だけで育てた植物、次がグリホサートで育てた植物、次がラウンドアップで育てた植物、それで一番最初最後の POEA って書いてあるのが、グリホサートの他に添加してラウンドアップに添加したもので、添加したものだけがものすごく枯れているんです。でラウンドアップももちろん枯れています。だけどグリホサートは枯れなかったんですね。でこのように、まあ、一番マシなものを主成分だといって、それの、まあ、残留基準を低く抑えるためのものなのか何なのか、たくさん入れても大丈夫っていうことを証明するためのものなのか、なんか2回ぐらい騙されているみたいなんですね。でこの間私の知り合いにものすごい化学物質過敏症の方がいらっしゃって、本当に1年ぐらい寝込んでたらっしゃった方なんですけれど、その方は薬剤師さんなんですけど、私はグリホサートを触っても震えが来ないって、ラウンドアップを触ると震えが来ると、だからやっぱりそれは証明されてるなと思いました。ちょっと元に戻しますけど、で、ラウンドアップの問題点はですね、草を枯らすんですけれど、なんで草が枯れるかっていうと、草が吸収した栄養をアミノ酸にできないように、そこにそれを働く色味酸系酵素っていうところの働きを阻害するっていうふうに作られてるんですけれど、人間の腸にはそういうものはないから無害だって言われてるんですね。ところが最近、その人間の腸の中の小腸の絨毛にそれを使って、アミノ酸にしている色味酸系酵素が見つかったんです。ですから草を枯らすと同じ原理で人間の腸を枯らしてたんだなっていうことで、ものすごく納得がいきました。それで、レタスと人間とが遺伝子が 90% 同じそうで、結局生きるってことの生化学反応はかなり一緒なんですよね。だから、栄養を作るとかそういうところは多分一緒なんです。腸なんて言ったら人間の一番
根本的なところだから、多分ミミズから一緒なんだと思うんですけど、そういうことです。で、腸内に、まあ、ちょっと菌の名前忘れちゃったんですけど、これを取ると自閉症を増やす菌が増えるそうで、本当に腸と脳とはすごいつながってるっていうことが分かってます。で、これはこの間のですね。で、先ほどのグリホサートはなんでこんなにひどいかっていうと、遺伝子組み換えだったら、遺伝子組み換えはいくらグリホサートをまいても枯れないようにちゃんと操作されているものなんですけど、小麦とか、まあ、ひまわりとか操作されてないものにも今まかれてるんですね。それはプレハーベストって言って、まず枯らして、枯れると収穫が楽だし乾燥の手間がいらないっていうことで、まあ、手間を省くのと乾燥剤のつもりでまいてます。で、それですごく収穫前ですからものすごく残留するので、それで残留基準が2017年にものすごく上がったと。そのここに小麦はもともと5だから30ですけれど、あとは油脂の原料のひまわりとかですね、そういうのは 0.1 から40ということでものすごく上がってます。これで変わってないのは大豆だけですね。もともと高いので変わってませんっていうふうに、変わってからが統計ですけど、変わってからの統計がまだ出てないんです。だから私はもう今年と来年と必ず統計の先を見ますけれども、ネオニコチノイドであれだけ増えたんですから、グリホサートが緩和されてからは絶対見たいなと思って、統計が出るのを待ち望んでいるっていうところなんです。で、最近グリホサートはうまくいってなくて、ラウンドアップに耐候性雑草っていって撒いても枯れない雑草がいっぱい出てきたので、それでもっと強いものを撒かなければということで、枯葉剤も枯葉剤って名前じゃなくって除草剤って名前で使われるようになって、それがこうやって、小麦が4倍とか梨が5倍とかっていうふうに使われるようになったんですね。ですから、まあ今一番危険なのは本当に小麦だと思います。じゃがいもも危ないですね。で、ラウンドアップは先ほど言ったように、草を枯らすと同じ原理で人間の腸を枯らしてしまう。だから腸が消化できなくなる。まあ、腸が元気ならもうこんなタンパク質なんてどうってことがないっていうものがみんな消化ができない。それで漏れ出す。で、漏れ出すとそれがアレルギーになることで、まあ、腸が元気じゃなかったらアレルギーはもうどん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 増える一方です。で、こっからが怖いものをちょっと置いといて、こっからが先ほど前半に加藤さんの息子さんが6週間で食を変えて治ったっていうことで出ましたけれども、これは朝日新聞の去年の7月1日ですの、記事ですけど、ここのブルーのところの例を見ていただくと、観光栽培でネオニコチノイドがいっぱい入っているものを食べ続けて、体の中に 5.0ppb ある方が1ヶ月それを食べないで有機野菜だけを食べ続けたところ、0.3ppb、 17分の1に減ったっていうことで、まあ人間の浄化能力はすごいなって、日本人はものすごく強いんじゃないかなっていうふうに思い、これはこんなに変わるんだったらどんなにいい子が育つだろう、子どもの食を変えたらっていうふうにものすごく希望のもとになりました。もう腸が元気になれば怖いものありません。腸内細菌をどん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 入れて、まあなんか土を口に赤ちゃんなんか土でも何でも口に入れますけど、お腹の中の菌が足らないから食べてんだなぐらい思って、何でもかんでも止めないで、もう抗菌なんかとんでもないみたいな感じで育てれば、どん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 たくさんの菌に守られる、そういう腸ができるわけですね。体も皮膚もっていうことが分かります。
で、まあ、それを超能力っていうふうに言ったわけです。でこれは韓国や、一番今進んでるのは韓国なんですね。イタリアとかも野菜は全部オーガニックでなければいけないとかそういうふうには決まっているらしいんですけど、フランスも2023年に 50% するって言ってるので、まあ、韓国は 100% ですから、今2021年までにソウルで小中高全部を有機に有機の給食にして、しかも無償化するっていうことを言ってます。まあ、なんで韓国がそうなったかっていうと、ものすごく賢い農林大臣がいて、TPP とか FTA とかどん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 危ないものが入ってくる、それを飲まされているわけですよね、脅かされて。そうすると子どもたちが守れない、それで有機にすれば守れるんじゃないかっていうことで有機に切り替えたんです。その方針をしたものすごい賢い農林大臣がいたおかげで今このように素晴らしく進んでます。で日本でもいるんです。でちょうど有吉佐和子さんの複合汚染が出た頃、お母さんたちはまだ元気で世の中を変える力がありまして、武蔵野市は40年前から安全給食、素性の分かる安全給食って言ってます。例えば、まあ、有機だとか無農薬だとかっていうと、まあ、父兄の方にはいろいろなご職業の方がいらっしゃるので、校長先生もそういう言葉は使わないでくれっていうことで素性の分かる安全給食っていうのを始めたんですけれども、それがただ一校から山田生さんという方が始めて、そしてそれを海老原陽子さんっていう栄養士さんが応援して、で校長先生を巻き込んで実行実現したんですね。もうとっても大変だったと思います。調理師さんは仕事が増えるし、泥野菜を洗わなければいけないっていうことで、ものすごく反対運動が出たところ、お母さんたちが調理室の前で洗ってから中に入れるっていう努力を17年間したんです。だからもうそういう熱意によってなりました。でこの右側に話している方が高木寛治さんっていう、その海老原陽子さんの下についてやってた方で栄養士さんです。でこの方が今武蔵野市の給食の守護神と言われている方で、農薬添加物は予防原則に従って回避するっていう、これをずっと言ってくださってるんです。もうそのおかげで守られてます。あとは今治市の有機給食も母親の要望から始まりまして、今この安井さんっていうやっぱりスーパー公務員のおかげで実現しています。あといすみ市の有機給食はまだ4年ぐらいなんですけれども、有機、栽培の稲作を成功させて、そして今続いてます。で私たちはじゃあ有機給食は絶対やらなきゃいけないと思います。でどうしたらいいのか。でまずは私は今この発酵の楽園っていう映画を応援してるんですけど、まあ、その食べ物がどれほど大事かっていうことを分かってもらうため、あとは菌さんがいろいろな菌がどれほど大事かっていうことを分かってくれるための映画だ。どんな栄養学を、何時間聞くよりもこの映画を75分見た方が全部分かると思って、まあ、推薦してるんですね。であとは検査です。私もこの検査をしてみました。まあ日頃そういうものは一切食べてないので出ませんでしたけど、普通の日本人は7割出ます。ですからこの検査をみんなでした方がいいと思って、うちは一族10人いるんですけれども、今 10組申し込んでるんですが、まだね混んでてキットが来ないんです。でも絶対やりたいなと思っております。でやっぱり何をしたらいいかっていうことをまず言いますね。で、まあ、保護者の方は有機給食に、本当だったらいくら高くてもいいから有機給食にしてくれっていう保護者の人がいたら一番強いです。ところがやっぱり今有機給食に高くなるのは嫌だわっていう人がたくさんいるので、まず無償化っていうのを出さないと多分反対者が出ます。あと有機農家には
労働に見合う買い上げ価格をしてもらいたいです。やっぱり少し高くなると思います。あと給食の事業者には予算がありますから、それとの差額補助っていうのがやっぱり予算措置が必要なんですね。でこれをお願いしに今回ってるところなんです。いろんな区の議員さんとか区長さんとか市長さんとか直接お願いして歩くと、みんなやっぱりお母さんが声を上げるのが一番いいんですね。で今うちはその食べママ武蔵野っていうので、各市の各区のそういうことを願っているお母さんたちが今たくさんいるので、その方たちと中野区のお母さんとは中野区に、目黒区のお母さんとは目黒区に、三鷹市のお母さんとは三鷹市にっていうふうに杉並区も行ってます、足立区も行ってますっていうふうに、そうやってお母さんたちと行くと、もう 100% 味方になってくれます。こっちがどんどん進めていかなければ、それ以上やってくれないんですけど、どんどん進めていけばどんどん味方になってくれます。で、ここが大事なところだと今感じてやってるのは、自治体もすぐできないんですよね。それは分かると思うんですけれど、すぐできないので、何しろ一つからでもいいので実態を勝ち取るということで、ちょっとでもいいのでこの言葉を入れてくれませんかとか、そうやってお願いしています。今は先ほども言ったように、安全だと証明されていないものは回避するという予防原則の立場に立ってほしいっていうのが結構重要なポイントなんですね。というのは因果関係を説明できないからです。みんな安全だ安全だって絶対危ないって認めないわけですから、だから安全だって証明できないものは回避してくださいっていう、そのところに立ってもらうってことがすごく大事だと思います。今東京都にも今度の都知事選の小池知事のマニフェストに入れてもらおうと思って今運動しています。それからあとは給食の食材ってほぼ栄養士さんにこう裁量が任されていることが多いので、市とか区とかでその基準っていう、これ以上悪いものは選べないという、そういう基準っていうのを設けてほしいと、それも予防原則に立った採用基準を設けてほしいということをお願いしています。あとやっぱり差額補助ですね。生産者に払う価格と、それから、給食の予算との差額補助をしてほしい。これはなかなか難関です。でもここはトップの人の英断が必要だと思います。もう議員さんに頼んでも10円あげるのなんて大変なんですから、それはもう議員さんに頼んでもできないと思います。本当にこれはトップの人の英断を仰ぐしかありません。あとあれですね、給食を有機にする順番があるんですよ。まず小麦をやめる、それから米を有機にする、でこの主食から始めてくださいと。そうすると結構こっちの方が簡単です。埼玉とかね、埼玉小麦とか武蔵野は武蔵野小麦とかそういうのがあるので、それからはグリフォサートは全く出ないんです。だからそれにしてくださいって言います。あと2番目はですね、玉ねぎ、じゃがいも、人参、大根などの根菜類を有機にしてくださいと。これは農家に聞いても、根菜類の方が土さえできれば、まあ、土のミネラルバランスが大事なんですけど、できれば一番簡単に無農薬にやりやすいっていうことを言ってくれてます。で次が最後ですね、最後ネオニコチノイド系やめてもらいたいんですけど、青物と果物とお茶なんですけど、これはかなりの難関です。ただ一つだけでもいいからやってくださいということで、もう一品でもいいからそこにこう前例を作るっていうことをやっていくことを今目指してやっております。でこれが有機が増えると有機農業の面積が拡大するのは確かなので、今メダカの学校はもう19年間そういう田んぼを増やそうと思ってましたけど、本当に全く増えないで維持するのがやっとだったんですけれど、もうこの給食に使ってくれるとなったら農家はやりがいがあるし、まあ、価格はちょっと安くなってしまいますけど、ちゃんと定量出るので絶対有機農業が伸びると思うんですね。でそれに向かいたいなと思って、まあ、ここに突破口を見出しているところです。
でこれは私のあのババは私なんですけど、ジジババ頑張ってくれてありがとうって言ってもらえるように、良き土と良き水と良き食料を残すぞ、残すよっていうふうに言いたい。でやっぱりそれには予防原則に立ってっていうことをどうしても前面に出していきたいな。で本当に最高のものを子どもたちに食べさせたいってみんな思ってると思うんですけど、これだけは反対する人はいません。ですから私は結構市長さんとか区長さんとかになる人っていうのはやっぱりみんなのことを思っているので、これに対して結構耳を傾けてくれるわけなんですよ。だからこう希望を持っていけるっていうふうに思ってます。でメダカの学校は命を優先する農家と手を結び、生きる環境と安全な食料に困らない日本を次世代に残せるような先祖になりますっていうのが私たちの理念です。ありがとうございました。はい、中村陽子先生どうもありがとうございました。ワールドフォーラムはどっちかというと、最初に杉田先生にお話しいただいたような、こんなに危ないぞという警告の、お話が主に多かったんですけれども、そのせいか男性の方が割と多いという意味で珍しいですねって言われたりするんですけれども、ただやはりもう特に今回日米 FTA が決まってしまって、もう世界中が目覚めてダブついてるものを日本だったら押し付けられるって言っても、日米 FTA が実際に発行したのは今年の元旦っていう、予告をされてたんですけど、その半年以上前からどんどんもう交わされてますよね。でそのためにアメリカの大統領が大統領令に去年の6月11日にサインして、で大統領令っていうのはもうアメリカはご承知のように上下議員がある、議会があるわけですけれども、それを通さずに大統領がサインして絶対的な命令効力罰則規定もあるような、命令を出せるというもので、よっぽどのことでないと使わないという意味で、一番最初の大統領令から全部通しナンバーがついているそうです。一番最初の大統領令は何かっていうと、リンカーン大統領の奴隷解放令だそうなんですね。そういうものなんですけど、そういうものを行使して強権発行されたので、私もちょっと不思議だったんですけれども、去年の9月19日に突然消費者庁がこれからゲノム編集とか入ってくるけれども、これは先ほどから何回か先生方に言っていただいているように、遺伝子組み換えてないから安全なんだという、もう本当にありえない理屈で、もう届け出も任意っていうのは必ず届けないといけないことはない、気が向いたら届けてねっていうだけですから、それで、届け出義務がないゲノム編集という、非常に遺伝子組み換えの中でも今まで症例がなく得体の知れない危険性をはらんでいるものが無表示で入るという宣言をいきなり消費者庁がしました。これトランプさんに、安倍さんが押し付けられたのですぐそう言わしたんですけど、なんとその11日後の10月1日からそういうものがもう食卓に出回りますっていきなりその11日前に言ったんですよね。だから本当に私たちが今日の2人の先生方がルルご説明くださったようなものに対して非常に注意深く、やっていかないといけないし、それをまた批判しているだけではなく、もうガシガシと勇気の工作地を増やしていくためには勇気の給食を、学校給食を勇気にする全国集会というのを実は来月3月9日に成城ホールで、世田谷区の成城ホールですね、そこでやるんですけれども、それもこの種子法廃止以来非常にこの
日本の食料安全保障の根幹になるものを守るというために、ものすごい多大な尽力をしてくださった元農林水産大臣の、山田雅彦先生、この先生にも、私どももう 4、5回ご登壇いただいて ご指導いただいてまいりましたけれども、そういう突破口を用意しながら、きっちり見逃さずに指摘をしていけるようにというふうに大人が守らないと、多分それを誰も今の状態で言わなければ、今の政治状況から見ると国会が手たらくですから、押し付けられた遺伝子組み換え必ず給食とか文句出ないところに流しちゃいますよね。そんなものとんでもない、絶対お断りっていう情報をまず私たち大人が共有して、そしてまた、中村陽子先生のような本当に職にいち早く取り組んで、実際の、そういう活動を田んぼの現場に立って、田んぼから自然と日本人の心身の健康を取り戻す、これが国づくりの第一歩であるという一番正しい、一番の土台だと思いますので、今日2月11日、さっきお話にあったようなそういう取り組み若干あるんですけど、建国記念日の日に今度お二人の先生にお話をしていただきたいと思って、今日このプログラムをかなり、ご無理を申し上げながら進めていただきました。